こんにちは、思考の学校上級認定講師の宮本真帆です。はい、思考の学校認定講師の青柳美希と申します。イエーイこんにちはこんにちはいきなりね、動画を撮っていましたね。今日美希さんがネイルサロンに遊びに来てくれてありがとうございます。お手入れしたんですよ ね、はあ、ね、あの作の美っていう講座を今度私がやろうと思ってまして、で2人とも同じ時期にそのサクナビをね受講したんですけれども、ちょっとどんな講座だったかちょっと今日ミキさんにインタビューをしたいと思います。されちゃってますそう、お願いしますされちゃってね、はい。サクナビっていうのはね、未来を作る、自分の未来を作っていくっていう講座なんですけど、あの正式名称サクセスナビゲーターゲーターゲーターと言います。で、まあ、あの略してねサクナビって言ってるんですけど、ね、どんな講座でした、ざっくり言うと。あ、なんか、うん、未来のことをとにかく考える、死ぬ時 のことをまず考えるっていうことです。今まで死ぬことなんて考えたこともないし、それまでになんか何をしておきたいとか考えたこともなかった。そうで、サクナビを受けた時にそういうことを整理することで自分が何を求めてるのかなっていうのがすごくはっきり分かってきたっていうのがすごい良かったですね。すごい、もう半回ちょっとかった。ありがとうございます。いきなり振ったんですけどさすがですね。本当にそういう風な感じ、あの印象を受けましたね。本当そうですよね、やっぱ死ぬ時までに何するかって考えなきゃなとは思うけど、実際考えてなかったなっていう感じでね。私はなんか死ぬまでに何したいかって知っちゃった時すごいびっくりしました。何だろう。あ、でもそうですね、あ、やっぱりここかみたいな感じは思ったけど、それは漠然としてたのが言葉になることでやっぱはっきり明確になったっていうのと、あと、あの自分の優先順位とかは、まあ、自分なりに考えてはいたけど、全然違ったみたいな、そうこっちが先だみたいな、すごい。私もなんか、私はね、自分で気づいてないことだったの。あー、そうなんだ、すごい、びっくりしちゃって私って本当はそれが一番欲しかったんだってことに気づいて、うわーって気づいたーって。そう、それに気づかずになんか一生懸命違うことをなんか頑張っちゃってたんだけど、本当の本当はこれが欲しくってやってたんだ。でもそれ知ったから空回りしないで済んだなって思いました。なんか自分の願いに素直にこういけるようになりますよね、なんか、ね、本当にね、これを知ってよかったなと思うんですけど、私の場合は仕事が できないと、あの結婚できないとか思っちゃったんですけど、それ違う、逆だったなみたいな逆っていうか、あの、別物というか、本当にしたいのはこっちだなっていうのを気づけたりとか。そうですよね、仕事をしなくてもいいですよね。それはね、私のプライドがあったりなんかいろいろあったんですけど、でも、あの死ぬまでって考えた時に、やっぱり素直に何を叶えたいかっていうのが見えてくるんで、そういう意味で本当に良かったなって思います。そうなんですよね、なんか自分で勘違い してたことに自分で気づけるってすごいですよね。そうね、人に言われてじゃなくてね、やっぱり考える方向が逆だとね、やっぱり本当のなりたい自分っていうのは分かってくると思います。そうですね、あの3ヶ月っていう期間なんですけど、それに関してはどう思いましたか。まあ、受ける前とか受けてる最中とかでもいいんだけど、なんだろうな、あの時期としてはすごく適当っていう、適当ってあのすごくいいの、あの2ヶ月ぐらいだとちょっと短く感じるだろうし、4ヶ月だとちょっと長く感じるだろうし、3ヶ月って一番いいペースかなって思います。そうですね、あっという間ですよね。なんかちょっと
物足りないくらいで終わる感じがいい感じが、うんうん、みたいなのを思いますけど、ね、そう結構ね常に一生懸命考えての3ヶ月なんで、うん、なんか結構常に頭フル回転だったと思う、うんうん、どうでした？なんか、うん、あの毎日、うん、あのいい思考というか、うんうん、あの良かったことをシェアしたりとか、うんうん、なのであの毎日積み重ねてると、うん、なんかあ意外ともう3ヶ月経ってたかって感じだったりはするんですけど、うん、まあ、ね、うん、そうなんですよね、うん、でなんかこうあっという間に経つんですけど、うん、すごいみんな変化してましたよ ね本当に ね、 ねあ私も結構いくつもかなって、あおめでとうございます。ミキさんどうでした？私もあのおかげさまで何それが知りたいんだよそれを言ってよミキちゃんないでね、ミキちゃん3年ぶりくらいかな、うん、彼氏がちゃんとできましたみたいな感じ。ありがとうございます。すごい、はい、あそれはじゃあ桜並で彼氏を作るって決めたんですか？うん、そうなんですよね。なんかそれこそやっぱ仕事が先だって思ってたから仕事を叶えたいみたいに最初思ったんですけど、うんうんうん、そうじゃなくてやっぱり結婚してあの旦那さんとか子供がいる上で仕事っていう順序だなっていうのに気づいてから、まずじゃあ婚活だよねみたいな感じになって、でもそれでもそんなに活動やっぱりしてなかったんですけど、うんうん、その時に母親がちょっと進めてくれて、うん、じゃあやってみようかなって言って、3年できなかったのに、うん、なんでこの3ヶ月で桜ナビで決めたらできたの？なんか覚悟ができた感じあ、そうか、やっぱ死ぬまでにって決めるからね、うん、はい、であとそれのベースとなったのはやっぱり思考の学校の考え方っていうの大きくて、うん、あのどんな人も自分の一部分だよっていう考え方があるんですけど、それが結構腑に落ちた感じ。あのそうですよね、次やっぱりなんだろうな、あのいろんな人と会ったとしても、うんうん、この人こうだしなとか、うん、あの人はあんまりなとかでやってたから、うんうん、あの全然ダメだったんですけど、うん、それも自分なんだぞって思ってからは、あそうかそうかって思えて、で次に自分のことを気に入ってくれる人と付き合おうっていうのも決めた感じですね、うん、それも思考の学校の先生に、あのみきちゃんこういう風に、あ私はこういう風に考えたよっていうアドバイスもらって、うんうんうん、あそうだなって私もそれを取り入れさせてもらったんですけど、いや本当その思考を知ってたから、うん、このサクナビがより明確に夢を叶えられたんだなってすごく確信しますよね。 それは本当もね、3ヶ月講座を一応受けてる人がベースで、うん、サクナビをね受講してくださいって言ってるんだけど、うん、それが意味がすごい本当に腑に落ちる、うんうん、なんていうかあの私もポジティブなことを考えるの大好きだし、うん、本とか読んだり、うんうんうん、で思考の子出会う前とかもそういうのに、あの、うん、あポジティブな考えいいよねみたいな感じだったんですけど、うんうん、なんかそこにやっぱりネガティブなところを見ないようにして、うんうん、無理やりポジティブにって考えたんですけど、うん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 、やっぱりあの思考の学校に入ってそのポジティブっていうのは宝物だよって自分を変える、うん、あのこのきっかけにもなるの で、うん、でそれをあの踏まえた上でポジティブな思考とか未来思考っていうのを入れると、うん、やっぱりなんかあのちょっとブロックかけそうになった時も、あ自分のこういうネガティブがあるからだよねみたいな、ちょっと一視点上から物事を見れるから冷静に考えられるし対処できて、でポジティブなことを素直にためられるような感じがしました。本当そうですよね、うん、そうそう、すごいすごい、だからなんか、うん、どっちもやっぱりバランス、うんすごい大切だなと思って、うんうん、だから、うん、ネガティブも見る、うん、ちゃんと見るの必要だし、うんうん、だからといってここばっかりにこれ直さなきゃとかって、うんうん、やり続けるのも苦しいし、あれだから、そればっかりに注目するのはやっぱりバランス的にもあれだから、やっぱり昨年みたいなそのポジティブみたいなところも両方見てバランスよくやっていくっていうのがいいんだなってすごいですね、すごい回答も模範回答っていうか
完璧でもあんのかな。そう、だから昨日なんか1週間前にこれを聞くから与えといてくださいねみたいな。そうなの、今ね実家10分経ってね切れちゃったんで、もう一回熱く語りすぎてありがとうございます。すいません。いやいや、本当ありがとうございます。素晴らしい答えをいっぱいいただいて、うん、ね、でじゃあミキさんに聞きたい、うん、みんな聞きたいと思うんですけど、うん、その3ヶ月でね、3年彼氏がいなくて、でこのたった3ヶ月で彼氏を作るって決めて、でなんか理想の彼氏をゲットしちゃったじゃないですか。その方法が知りたい。確かに、まあ、ゆっくりはね、その3ヶ月でじっくりやると思うんだけど、なんで、うんうん、まあ、なんでってみんな思っちゃうけどね、うんうん、じゃあどういう彼氏ができたんですか。なんか、うん、あの本当に誠実で、うん、恥ずかしいです私のことを本当に思ってくれる感じ、ね、本当なんか私びっくりしちゃった。なんかネイルも塗ってあげるし、そうそうそう、どうのこうのって、お姫様扱いですよね。う、うん、ありがたいことに、ね、もう全部レディファーストでやってくれたりして、もそれもさ、あのこういう人でこういう人でこういう人でっていう、こうね決めるじゃないですか、はいはい、その通りの人が出てきちゃったってことを。でも書き出したけど、最終的には一番信頼できる人っていうのに決めて、うんうんうん、それだけだったんですけど、結果いろいろなんか素敵な彼ができたなっていう感じですね、うんうん、なるほど、うん、そうですね、まさか一番それが良かったですか、はい、サクナビ受けて。あ、そうですね、やっぱり一番叶えたかったことだから。やだ、もういいですね。で結婚するんですね。あ、すごいですね。ねえ、なんかだからあの自分の願いをちゃんと知るって、うんうん、そうなの、これ知ってないんだよね。そう、私も間違ってた。そう、間違ってた。私もね、あのね、すごい頑張ってたんだけど、違う方向に頑張ってて、本当に欲しいものはこっちだよって気づかないで、ここら辺でちょっとね、追いやっちゃってて、こっちはちょっと後回しみたいに思ったんだけど、それが本当は欲しいものって気づいて、バーってなった。バーって。気づいちゃった。そう。本当気づいて、うん、私の場合は家族に感謝を伝えることだったの。あ、そう、でも全然自分ではね、あのそれも当たり前やるし、うん、みたいな感じで、うん、ちゃんとこう向き合ってなかったことに気づいて、うん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 、でもそれが本当に向き合いたかったんだねって思ってから、本当その家族に対しての感謝とか、うん、あとなんか言いたい気持ちを実は我慢すればその場は丸く収まるとかで、我慢しちゃってたことをなんかその揉めるために言うとかじゃなくって、うん、私はこういうふうに思った、それを知ってほしかっただけっていう感じで伝えられるように、なるほど、なったんですよ。伝える喜びみたいなね。そう、そう、伝え合うみたいなね。そう、信頼するからこそ言えるみたいな。うんうんうん、そうですね。うん、そう、それがね、本当よくってね。うん、なんかその場しのぎでこう、うん、あ、まとまるならいいかってこうやって抑えちゃうとね、うんうん、やっぱりどっかに出てくるし。そう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 、そうなんですよ。本当は伝えたかったっていうのね。かったってね、うん、それがね、なんか子供旦那さんもそうですし、うん、あ、亡くなったお父さんに対してとかもいろいろ本当に出てきて、うん、今でもね、そのサクナビで、うん、あの思ったことがいろ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 叶ってる。そう、すごい、そう、いや叶ってるでしょ。叶ってる、ね、本当本当、昨日もつけた、あ、これ叶ったって、ね、あのマーカーつけました。そう、そう、すごい、おめでとうございます。そうだから本当、うん、今、うん、ね、うん、なんとなくこんなこと叶えたいみたいなことがあると思うんですけど、うんうんうん、やっぱりこう逆算思考で考えて、うんうん、どんどんこうじゃあ、1ヶ月後どうなりたいのみたいな、うん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 、そこまで考えていくとどんどんギュッて固まっていくから、ね、うん、なんかそういうのは、うん、絶対なんか、うん、取り入れてもらいたいなっていうふうに。そうですね、ね、なんか思考を学んだことで決めたら叶うって分かってる私たちだから、うん、じゃあ本当の着地点、自分が本当にしたいことっていうのがサクナビで分かって、うん、じゃあ1ヶ月後、3ヶ月後、1年後、3年後、5年後、10年後は、
ちゃんとこうピンを置く感じになって、そうそうそう、だから叶うんだなって、うんうん、思いましたね。なんか悩んでる方とかいたらなんて進めたらいい？ぶっちゃけぶっちゃけなんかこれ悩んでる人がいたら、まあ、なんかあの悩みがあるってことはやっぱり、うん、そのネガティブな思いもあるだろうから、うんうん、やっぱりその思考を見て、うん、その、うん、そのね、ネガティブなことをちゃんと見て、うん、あの振り返って自分にあの落とし込んでいくっていうのはすごい大切だなっていうのは、うん、そういうベースでやっぱり必要だなって思うのと、うんうんうん、じゃ あ, あのその悩みってなんか本当になんだろうな、あのどうなんだろうな、そのケースによるかもしれないんですけど、そういう悩みがあった上で、でも自分はどうしたいのみたいなピンを置くっていうところは、うん、あの両方必要っていうか、うんうん、あった方が叶いやすい、ね、叶いやすい気がしますね。ね、本当ね、本当にあの喜べるよね。本当に。よっしゃーって感じ。本当にってな。そう、本当にね。そう、よっしゃよっしゃ。ねえ。あとね、なんか仲間との喜びをなんかシェアできるのね。そう、シェアできるとか、うん、心から応援できるっていうのが本当に良かったなって、うん。そうですね。うん、なんかそれこそ、うん、あの自分周りは自分の人かけらなので、その周りにいいことがあると。うん、来た来たみたいな、うん、あ、そうよしよしみたいな、それもね、それもそう、それがし合えるからいいですよね、うん、本当いいぞいいぞってよしよしってね、そうそうそう、はあ、本当いいことばっかりね。さくらみよかったね、楽しかった、ね、そうで、ずっとこれからも終わりじゃなくて、うんうん、ずっと続いける、そうですね、うんうん、仲間もできたし、そう、うん、それがいいですね、それがいいですね、応援し合ってね、本当これからも応援してますから、いやありがとう、あなたも応援してありがとうございます本当ありがとうございます、思わずハグっていう、思わずハグっていうね、喜びのあまりねえ、なんか素晴らしいお話を今日もありがとうございます、でもないです、私の代わりに全て言っていただいてありがとうございます。はい。ね、うん。じゃあそんな感じでこの動画は終わりにしたいと思います。はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ桜見いいよ。バイバイ。バイバ